ポンサクレック・ウォンジョンカムは、タイの元プロボクサー、元ムエタイ選手。対応国名コーンラーチャシーマーケン出身。通算2回の WBC 世界フライ級王者。多くの世界王者を輩出したウィラット・アチララタナオンが、プロモーター兼会長を務め、ピアラット・アチララタナオンがプロモーターを務める、ペ・インディ所属。本名は、ポンサコン・ウォンジョンカム。ニックネームは、 本名の最後の一音説のコン、またはコン。ポンサクレック・クラティンデ・エンジム、または、ポンサクレック・シンワンチャートも。ポンサクレックは WBC、世界フライ級王者時代の2006年6月30日、エベラルド・モラレスに4回 TKO 勝ちで15度目の防衛に成功したことにより、ミゲル・カントの持つ世界フライ級王座における連続防衛記録を更新した。 第34代王座は17度、第37代王座は4度の防衛に成功した。また、日本のリングにも数多く登場しなど、早々たるメンバーを相手に勝利を挙げており、ポンサクレックの世界戦における、日本人戦績は14戦11勝1敗に、引き分けと抜群の強さを誇りフライ級に長らく、日本人キラーとして、名を馳せていた。幼少の頃から無栄隊を始める。 あまり良い戦績は残せなかったがパンチで勝利した試合が多かったことでプロモーターの勧めでボクシングへ転向した。1994年12月21日ベルナルド・ダバロスを相手にプロデビュー戦を行い2回小勝ちする。ポンサクレックはそこからデビュー以来7連続こと快進撃を続けていたが1995年2月22日ジェリー・パハヤハイに 判定負けを喫しプロ入り初黒帽子となった。パハヤハイはこの時の戦績では24勝18敗1分と勝ち負けを繰り返すボクサーでは、ポンサクレックにとっては、まさかの復兵相手に敗れるという結果となった。その後、二つの小勝ちを追加し1996年7月11日、パハヤハイと再戦。ポンサクレックとは逆に二敗を追加した、被告人は、 戦績では25勝20敗2分となっており、タイ国民からは、雪辱が期待されたが、まさかの小回こ負けとなった。1997年3月28日、地元タイにてムズキシシカリの持つ、WBU 世界ライトフライ級王座に挑戦。初回 TKO 勝ちを収めて、王座の獲得に成功。その後、防衛戦を行わず、王座を返上した。 1998年2月27日、地元大の寒い島で、パハヤ杯と3度目の対戦、10回判定勝ちを、収めかつての雪辱を果たすとともに3度目の正直を、果たした。パハヤ杯はその後もリングに上がり続け、日本のリングにも9度登場し1勝8敗。殿下を1000円顔一と1000を最後に、リングに上がっておらず、生涯戦績を38勝55敗に分とした。 2001年3月2日、地元タイにて、WBC 世界フライ級王者マルコムツニアカオに挑戦。3度のダウンを奪った末の初回 TKO 勝ちを収めて王座の獲得に成功した。2001年7月15日、日本の愛知県武道館にて浅井隼人と対戦し、5回 TKO 勝ちを収めて初防衛に成功した。なお、この試合がポンサクレックにとって、 日本のリング初登場となった。2001年10月26日、地元対にてアレックス・ババと対戦し、8回負傷判定勝ちを収めて2度目の防衛に成功した。2001年12月6日、地元対にて、後の IBF 世界ライトフライ級王者、ルイス・アルベルト・ラサルテと対戦し、2回 TKO 勝ちを収めて3度目の防衛に成功した。 2002年4月19日、地元タイにて、内藤大輔と対戦。開始20秒付近で、内藤が放った右アッパーに対して、左フックのカウンターを合わせて、ダウンを奪い子が血を収めて、4度目の防衛に成功した。なお、この試合で記録した、初回34秒個という結果は2019年4月現在、世界フライ級タイトルマッチにおける、史上最短個記録である。 2002年9月6日、地元タイにて、ヘッス・マルチネスと対戦し、3から0の大差判定勝ちを収めて5度目の防衛に成功した。2002年11月26日、日本の大阪市中央体育館にて、元日本ライトフライ級王者、本田修也と対戦し、3から0の判定勝ちを収めて6度目の防衛に成功した。二千三年六月五日、地元タイにて。 ランディマングバットと対戦し、3から0の大差判定勝ちを収めて7度目の防衛に成功した。2003年11月14日、地元タイにて23戦無敗のフセイン・フセインと対戦し、3から0の判定勝ちを収めて8度目の防衛に成功した。2004年1月3日、日本のパシフィコ・横浜にて元日本フライキー王者トラッシュ中沼と対戦し、3から0の 判定勝ちを収めて9度目の防衛に成功した。2004年7月15日、地元タイにてルイス・アンヘル・マルチネスと対戦し、5回 TKO 勝ちを収めて10度目の防衛に成功した。2005年1月29日、日本の大阪府立体育会館にて、元アップ部不東洋太平洋フライ級王者、小松の之と対戦し、5回 TKO 勝ちを収めて11度目の、 防衛に成功した。2005年7月のポンサクレック2005年10月10日、日本の高楽園ホールにて、内藤大輔と対戦し、7回負傷判定勝ちを収めて12度目の防衛に成功した。2006年2月16日、地元タイにて、後の WBC 世界ライトフライ級王者、ヒルベルト・ケブバースと対戦し、3から0の大差判定勝ちを収めて13度目の、 防衛に成功した。2006年5月1日、地元対にて、後の日本スーパーフライ級王者中広大吾と対戦し、サンパラレーの大差判定勝ちを収めて14度目の防衛に成功した。2006年6月30日、地元対にてエベラルド・モラレスと対戦し、サンドダウンを奪い4回、ドクター・ストップによる TKO 勝ちを収めて15度目の防衛に成功にした。 なお、この勝利によりそれまで、ミゲルカントが保持していた世界フライ級王座における連続防衛記録を27年ぶりに塗り替えた。2006年11月17日、地元対にて、元イボ世界ライトフライ級王者、モネリシムヤケニと対戦し、サンパラレーの大差判定勝ちを収めて16度目の防衛に成功した。2007年4月6日、地元対にて、 あとの WBA 世界スーパーフライ級王者、清水敏信と対戦し、7回終了清水が花を骨折の疑いがあるとして危険。17度目の防衛に成功した。2007年7月18日、日本の高楽園ホールにて、過去2度対戦している、内藤大介と対戦。序盤から動きに精細を書き、過去2戦とは違って長いリーチを生かし変則的な、 アウトボクシングをする内藤に有効だとポイントを奪われて苦戦。9回に疲労により、動きの落ちた内藤に攻勢を仕掛けるも、同回終盤には押し返され、その後も挑戦者優勢のペースで、試合終了のゴング。結果は0から3の、判定巻きをきし18度目の防衛に失敗し、約6年4ヶ月にわたって保持してきた王座から、陥落するとともに、内藤の雪辱を許した。 この試合に勝利すれば、10月29度目の防衛戦を行った後12月に、タイの王宮で、タイのボクサーで連続防衛新記録となる20度目の試合を計画していたが、この敗戦で白紙になった。2007年10月24日、地元タイにて、レーミグレノと世界大阪落ナ語の再起戦を行い、3回 TKO 勝ちを収めて再起に成功した。 2008年3月8日、日本の両国国技館にて、王座奪還を目指し前年7月に王座を奪われた内藤大輔に指名挑戦者として挑戦。4度目の対決となった両者の試合は、序盤からハイレベルの技術戦となり、序盤から中盤にかけお互いのパンチが当たらない展開だったが中盤以降に、お互いの距離が縮まったこともあり、パンチが当たり出してヒートアップ。そして、 一進一退のまま12回を戦い抜き結果は1から1のドローとなった。規定により王者である内藤の防衛となり王座奪還はならなかった。その後、ノンタイトル戦を4戦行い4勝。2009年4月24日、地元タイで行われた WBC 世界フライ級暫定王座決定戦に出場。同級2位で後の WBO 世界フライ級王者。 フリオセサール・ミランダと対戦し、3から0の大差判定勝ちを収めて、王座の獲得に成功するとともに、約1年9ヶ月ぶりに、暫定王者としてではあるものの世界王座返り雑記を果たした。この試合は、正規王者の内藤がいるにもかかわらず、暫定王者が誕生してしまう事態となった。2009年8月28日、地元タイにて、元アプブフ東洋太平洋、 ライトフライ級王者、増田隆久と対戦し、6回 TKO 勝ちを収めて、暫定王座の初防衛に成功した。2010年3月27日、日本の有明コロシアムにて、前年11月に、内藤を破って、正規王座を獲得した、WBC 世界フライ級正規王者、亀メガ・コと、王座統一戦を行い、2から0の判定勝ちを収めて2度目の防衛と、 王座統一に成功し、約2年8ヶ月ぶりの正規王座復帰を果たした。2010年10月8日、地元タイにて、同国人で後の WBC 世界、スーパーフライ級王者スリアン、ソウルンビサイと対戦し、3から0の僅差判定勝ちを収めて3度目の防衛に成功した。2011年7月1日、ソンクラー・ケンハートヤイ軍にて、 内藤大介の後輩でもある元アップ部不東洋太平洋スーパーフライ級王者小川拓也と対戦し3から0の判定勝ちを収めて4度目の防衛に成功した2011年10月21日ポンサクレックは地元タイにて、同級1位の指名挑戦者で元 WBC 世界ライトフライ級王者エドガル捜査と対戦し1階級下の ライトフライ級で重度の防衛を果たしに階級制覇を狙う元王者を老快なテクニックで寄せ付けず、3から0の判定勝ちを収めて5度目の防衛に成功した。2011年12月23日、地元対にて、向井博士と対戦し、初回30秒過ぎに両者の頭がぶつかり、向井から出血。初回47秒、偶然のバッティングによる、 不傷判定で規定により引き分けとなり6度目の防衛に成功した。2012年3月2日、地元タイにて、同級8位、ソニー防衛ーハロと対戦。積極的に強打を振るってくる挑戦者に手を焼き、初回に約8年ぶりのダウンを喫するとよ。大座陥落後、役落としの意味を込めて短期出家をした。2012年5月31日、 地元タイにて二度目の王座陥落後の再起戦として、自身初のスーパーフライ級契約での6回戦を行い、3回小勝ちを収めた。試合後、スーパーフライ級への転向については、明言を避けたものの、後日引き続きフライ級で試合をすることを宣言した。2012年8月31日、地元タイにて中川平と空位の WBC、インターナショナルフライ級王座を争い。 三から0の大差判定勝ちを収めて、王座の獲得に成功した。2012年11月1日、ポンサクレックは、地元タイにて、レイ・ミグレノを迎えて、WBC インターナショナルフライ級王座の初、防衛戦を行う。ノンタイトル戦で、過去二度対戦し勝利しているミグレノに対し、初回から優勢に試合を進める。しかし、三回に、ミグレノの右ストレートを受けて、 ダウンを奪われる。立ち上がったもの,の連打を浴びせられ、再びダウンしたところで、レフェリーストップとなった。8ヶ月ぶりの TKO 負けを喫するとともに、初防衛に失敗し王座から陥落した。ポンサクレックは、試合後、正式に現役引退を表明したが、2013年2月に引退を撤回し、現役復帰した。2013年4月26日、 高音県献の中央公会道にて、コンパヤックーポープラムックの前座で復帰戦を、スーパーフライ級でこの試合で、プロデビューを果たしたニムロード・ダニエルと対戦し、初回1分18秒 TKO 勝ちで再起を果たした。試合後会見で引退した理由は、家庭の事情だったと話した。詳しい内容は話さなかったが100戦で引退することを示唆した。会見後、ポンサクレックは、 スーパーフライ級に転校した。2014年11月 WBC 総会がタイで開催された。ランキング委員会のヒアリングが行われたがランカーに復帰できなかった。その後、ポンサクレックはタイのボクシング関係者のゴルフコンペの後に記者を集めた取材で現役引退を表明した。現在はシンガポールの総合格闘技ジムエボルブ MMA でトレーナーとして 雇われ4000ドルほどの月給を得ているが、ポンサクレックは、ボクシング時代に最も稼いだ試合で、約30万ドルのファイトマネーだったが、実際に、私が受け取ったのはそのうちの3万ドルに過ぎなかったと、プロモーターに、搾取されていたことを告白している。2018年4月8日、約5年ぶりの復帰戦として、バンコクのラム100ボクシングスタジアムにてマノット、コムプットと、 対スーパーバンタム級暫定王座決定戦を行い、8回3から0の判定勝ちを収め王座を獲得、試合後にカメラ・コと8年振りの再戦を発表した。2018年5月5日、東京の高楽園ホールにて、元世界3階級制覇王者、カメラ・コと JBC 非公認でスパーリング形式のエキシビジョンマッチを行い、 公式記録に反映されないが、参考ながら2回12秒 TKO 負けを喫した。注釈出典。ありがとうございます。